導入部は本題、本編、本筋へ入る前の始まり部分を言う。以下のように分野ごとに異なる語彙を持つ。導入とも言う。論文、講話、解説など物事を論じるものでは、前書き、序文、序論、序説、イントロダクション、イントロなどとも言う。概論、概説、手引きなども結果的動議の部分がある。物語性のある文章や、 絵的表現や実写映像的表現では、前書き、序章、プロローグ、アバンタイトル、イントロダクションなどとも言う。演劇では特に、序幕とも言う。詩歌では、序言とも言う。音楽では、一つの演奏曲の前奏部、一つの演奏曲の前奏部を指し、出だし、序奏、イントロダクション、イントロなどとも言う。遅くとも14世紀のイギリスに、 導入部の意味で書出した英語イントロダクションは14世紀、フランスの古フランス語イントロダクションに由来するが、その語源は古典ラテン語のイントロデュコに由来するイントロダコの名詞形イントロダクティオである。また、イントロダクションは略してイントロとも言うが、こちらは1923年に初出している上記の2語は、 日本語ではそれぞれに音社した外来語として、イントロダクションとイントロが広く通用する。つまり、国語辞典などでは、イントロは、イントロダクションの略語と解説されるが、語源学的厳密性を背負えば、JA、イントロイントロダクション EN、イントロダクションではなく、JA、イントロダクション EN、イントロダクション、JA、イントロ EN、イントロである。論説において、 イントロダクションは本論の一部をなすものであり、本論の内容についての予備的議論を指す。これに対して、プレファスト、フォーワードは内容的に本論の一部ではなく、著述全体の成立の背景、意義などを述べ、長いものではないのが通例である。フォーワードは特に著者以外の人が著者や著述内容について述べるという形をとることがある。文章において、 冒頭で内容の概略や背景について述べ、読者が内容に馴染みやすくするために書かれた部分。本記事で言えば、本節の前に置かれた部分である。導入部は、紹介文、序文、除説、プロローグなどとして記載されることもある。曲の冒頭、歌やメロディの前の部分を言う。楽曲の構成において、主題が提示、展開される部分に先立って、主題を導入。 準備する目的で楽章の冒頭などに置かれる部分。助奏一つの演奏曲の前奏部、一つの演奏曲の前奏部を指す。導入及び導入部という意味においては、英語でも日本語でもイントロと呼ぶことも多い。日本語ではイントロの方が一般的に使われる。日本語、イントロの書出は不明ながら、1942年にはすでに 徳川無星がこの語を使っている。昭和17年11月3日、イントロのキーを間違えて、みんなハッとなる。徳川無星、無星戦争日記曲のイントロのみを聞いて、曲名を当てる、イントロ当てクイズ、または、イントロクイズは、日本の TV ラジオ番組で定着しているクイズの一種で、あり、クイズドレミファドン、は特によく知られている。なお、曲名としてイントロダクション、 または、イントロと名付けられたものも多数存在する。ありがとうございます。